ちは、イワヨンでございます。ルイージマンション3やっていきましょうということで、今回はで前回終わりきれなかった7回ですね。7回の続きをねやっていきたいなと思います。まあ7回って言ってもね、なんかどんどん上に登ってっても8回9回って言ってるように見えますが、まあまあ7回ということでね、7回結構長いんですよね。長いっていうかね、あの謎解きがなかなか難しい、なんで一つ一つに時間が相当かかってしまってるんで、まあ今回スムーズにいけたらいいですね。おっと、いきなりなんですかこれ。どうすればいいんだ。あらら、今こっちから来たので、まあここでいいと思うんだけど、どうすればいいのかな。届く？くっつかないよな。どうすんだ。いきなり早速ちょっと積んでるぞ。降りてこないね。これだ。やった。こういうことか。なんだ、あっちに見せかけてのこっちなんだね。あれ、これはこっち行くと、お、これなんかあるね。ほっ、わー、金じゃ。金だけ、こっちは。金だけかな。特になんもなさそうっすね。ないっすね。じゃあここはいいか。ここはもうお金があったと。でこっちか。ほいほい、オッケー、なるほど。すごいね、これ。ルイージの体重が乗ってもね、こんなヘナヘナしてるのにね、全然たるまないって。意外と頑丈なんだね。さあお金だ。ほい、ほわ、あぶね。でさっきの上に来たわけか、ここでな。よしよしよし。お、カラスがいる。カラスが金に変化した。はーい。こっちは？これなんですかね。キノコがあるね。はあ。まあ何かいるでしょうな。行ってみるか。うわ。あ、入れない。なるほど。じゃあとりあえず後回しか。お、びっくりマークついてるね。もう少しでボスですか？あ、始まったカラス。憎いカラス。ん？あそこの扉ですか？あ、来たぞ、じいさんが。あ、さっきのところ開いた。キノコゾーンが。キノコ部屋、キノコルーム、マッシュルーム。マッシュルーム、マッシュルームルーム。入れたね。お？なんなんすかね、マジこの部屋は。こっちは何？橋が壊されちゃったんだ。また。なるほど。まあ行くしかないよね。なんですかこのキノコは。気持ち悪いね。普段キノコ食ってる人たちだけどね、スーパーキノコとはちょっと分け違いやな、これはな。背景化してるしな。はい、ほら、あ、
種だけかな。やけになんかカメラが上になるね。上がそんなに気になるのかい。ほっ、キノコマジなんやこれ。ほっ、お、ハートくれたよ。ってことはもうボスってことかな。もう少しで、ほいほい。うん、特になんもないっすかね。お、下に行ける。ほう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 。ほい、お、雲が出た。金だ、やったぜ。これはほい、この空間なんだろう。金が引き寄せられないね。こっち来れるのか。ほい、はい、吸い取った。ここはなんかある？ここはよく見えないけどいいんかな。さあじゃあこっち、こっちはグーイジクの出番かな。さあじゃあ行ってらっしゃい。ほっ、さあこっち来た。お、来た。お、あと1個じゃん。なんとなくコンプリートできそうだな。ここはいけない？これ柱、はしごじゃないの？グイジ君この隙間いけるでしょ？普段もっと鉄格子いってるんだから。あれで結局何にも繋がってないんだけど。あれ？何あそこは？関係ある？で結局こっちに何しに来たんだ？下に来てなんかできたことある？下からなんかやるのかな？ねえ、なんもできないね。うん、じゃあ上行くか。で上行ってもね、なんもないもんね。キノコ？お、キノコの上に乗れた。おお、そういうこと。やっぱトランポリンらしきものには見えたけど。そうなんだね。それからどうする？この上にはどうやっていく？このキノコの上にはどうやって登る？はあ、いつものルイージだったね。これジャンプしていけるのにね。あ、これ引っ張れる。あ、持ってこれるね。カートになってる。こういうことだ。あらら、これでいいんじゃないか。来た、乗っかったぞ。これ乗っかってドイン。よっしゃ。なんだあそこ、グイジ君がいそうな場所があるけど。いててててブイン。お金もあるから、あ、ここで普通に行けるのかな。あ、行く行くあ、いた、やったぜ。ピンクになってるね。オッケー。そしたら
お、またキノコがあるって感じか。これで上行ける感じだね。おい、いけ、クモやめろよお前マジ。さあこれじゃあ上上がれるね。やったー、はい、ドーン、ういっす。さあここまで来た。あ、お化けいるね。ここか。お化けの声が聞こえるけど、ストロボフラワーになんかミッションみたいに出てきたね。やったね。あ、クリアしたんだ。お化けがいるね、ここ。いるけど、どこにいるかはまだわかんない。はい。あ、扉が出てきた。この扉を開けようとすると多分、じゃあ、ガシャーンってしまって、戦闘が始まるんかな。うっ！おぉ、ゴールデンスネークじゃねえか。蛇ができたよ。おっ！カーテンはとりあえずね、吸い取ってこうね。ほっ、あっ、ボイーン。ほっほい、何もない。さあ上、あ、そうやって登れるんだね。うわ、あ、どんどんこっち、ドイン、おいえ、あげこっち下に行かなきゃいけないね、こっちね。オッケー。でどうすんだろう。上に上がって何もできてないからね。こっち行ったら落っこっちゃうから。あ、金が出てきた。そこか、はい、これか。ここにあるのか、なんか。おお、なるほど。ほい、おお、金じゃん。宝石はないか。こんだけ上はこういうためだけかな。じゃあまあ外に出ようとすれば大丈夫かな。あれ、出られた。え、出られたことに驚いちったよ。なんで出られちゃうんだよ。まあもう少しですかね。これ落ちるんかな。落ちないか。これ引っ張る感じ。あ、そうなるね。まあよかったよかった。初めからやり直しとかじゃないんだよね。来た。え、あ、これ進めちゃうじゃん。この部屋は？ここにいるじゃん、絶対、お化け。ほら、お化けの中寝てる声が聞こえんだよ。あーってね。あ、そう、それで、できるんだね。よし、ほら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 。さあ一発で仕留めるオッケー。一回も離さない。こういうのもありだよな。オッケー。まあお金のお化けだったから倒さなくてもいいっていう強制バトルではなかったって感じですね。ほっ、カラスがいるね。ほっ、ははさあこれは出してこう。
さあ上まで来たね。あ、また雲の巣。雲来ない？雲来ない？大丈夫？よし。あ、あれ？カラス。ほら、カラス。このカラスも、おい！ちょっと 3D 把握能力がないですね。この辺か？よっしゃ。その飛び回ってるやつも、おい！ほい！あら、もういいや。あ！もう戻れないじゃん、これ。さあ、来ましたね、ここは。落ちることはないと。あっ、そこはだけ落ちるんけ。そう、落ちると落ちないよ。ちゃんとね、わからないとね。ここは何もしないかな、まだ。お金があるね、ここに。コインが。あ、後ろ側には落ちないか。ここは、進める場所落ちるんだね。ここなんか引っ張れるね。お、なんかここにあるな。ハート出てきたね。やったらハートが。もうボス戦だからね。あ、こっちが来るんだ。こっちは？こっちは特になんもない。OK。で、こっち？あ、あった！やった！全部揃った。これでグリーンフロア全部回収なんだね。おー、なんか初めて回収したかもね、全部。いやー、しっかり探索できましたね、この回は。結構難しかったけど。時間はかかったが。で、他の回もね、宝石全部集めたいね。まあ、これがやり込み要素だろうな。さあ、ということで、ここでなんかするわけですね。何すればいいんだ？引っ張るんかな？これだね。よし。あ、わかった。グーイジ君と一緒に引っ張るか。あーし、一緒に引っ張るぞ。せーの、ほい。お、出た、来た。あっ。ノノ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 。あー。あまあ最初のところに戻ったと。なんかすごい落ち込んでるルイージみたいだね。まあ元気出せってな。元気出せって。え、お供に引っつくの。そんなことできた。逆もできる。逆はできない？グイジ君にはくっつかない。でもルイジはつかん。つくんだ。これ引っ張れんの？でも引っ張れないですね。よし、じゃあ降りよう。一気に降りるってことはなしっすか。あ、こっから降りられる？おー！ああ！おお！いい感じ。いい感じっすね。おお、便利じゃないですか。お、ハートがちゃんとあるね。これで回復してってくれってね。ボス戦だからって感じだね。お、鍵あった。やったね。さあ、じいさんと対決かな。うわっ、うわなんだお前、緑星って。うわゾンビや。チェーンソー、チェーンソー使うんだね。来たー。もう一回使える時が来るとは。合うね。さあ、じゃあチェーンソー使うか。あれ、チェーンソー消えた。まずはチェーンソーをね、発動させないと。よし、ほらほらほら、なんでこれ開いて。さあ、暗い、これチェーンソーだぞ。
あれ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 、うまくいかないね。どうしてでしょうね。いけ、あ、いけ、ハンナステ、うわっ、ん、普通にはいかないな。うまくはいってねえね。あ、今とかじゃない、ああいうところで切るんじゃね。あ、いけいけいけ、ダメージは食らわないけどっていうのがあるんだね。とりあえずチェーンソー離しちゃうんだ。これなんだろうね、これ壊しちゃうよ。これ壊したらなんかあいつがね、痛めつけるみたいなあるかな。ないね。これ吸い取っちゃうか、とりあえず。何それ、これ何なんだろうね、このでっかいのは。なんか探してるね、あいつ目悪いんかな。見つからない4位って感じかな。ああ、おわ、ハートくれた。あ、いけ、くそ、あんなっすうわー、どうすりゃいいんだ。いやー、ボス結構考えさせられる。とりあえずなんかチェーンソー以外の方法を使ってみない。とりあえずまあチェーンソー使うんか。いけ、チェーンソー持ってると足が遅いからあれだ、追いつかれちゃうね。あ、今気づかれてない。この時にこれを破壊する。破壊しても別に特に何もないね。これ関係ないか。いけ、どうすればいいんだろう。あの一瞬かな、下にかぶりついた時に。ここ、いけ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 、ここ、違う、てかチェーンソー食わせるとか、むしろ。ほら来いや、いけチェス動いてるでしょ。チェンソー使えないな。いけ、やべやべやべ、39じゃん、だいぶ危ないですね。危ない危ない、ハートが欲しいね、ハートが。いけいけ、ハート、あの、泣き払いみたいなのは体力は減らないわけだね。うわー、どうすんだろう。ハートくれた、ハートはくれるね。やっぱボス難しいな。やっぱなんか気づかれないのがあるな。うぅ、わかったわかった、これこれに噛みつかせるんか。これだ、ここの時に切るんだね。おらおっしゃ、いったで、おい、いくぜ、わかったぞ、よし、おら、くれ、おいおい、よし、なるほど、やっぱね、これ関係してるよな。関係ないわけだね。ハート、あ、いけ、ダメだ、あばばばば、さあ、これ食えよ。
これ食ってみろ。はい。あれ。危ない。さあこれだ、これこれこれ食えよ。あ、こっちだ、こっち、こっちこっち、はい。あれ、あれ、元気がなきゃダメなの。ハート食えたね。うん、いや普通に食っちゃうね。どうしたどうしたどうした、何やってんのお前。おい、こっちだ、これ食ってみろ。これこれこれ、おいこい、あっ、これだ。まあタイミングとかの問題かな。切る、おっしゃー、さあ行くぜ。これ一気に仕留めることできるから、80ぐらいまで頑張って。あ、いけそうかもしんないな。あれ、あ、あれ以上いかないか。やっぱストッパーがあるんだね、ボス1回じゃ倒せないように。さすがにストッパーあるわけだ。あ、さあこっち来い。あ、あれ、あ、痛い痛い痛い、こっちこっちこっち、さあこれ、よし行くぜ。おい、さあお前の終わりだ、行くぜ、おら死ね、おっしゃ、しぽん、やったー。うわ、ジョーロ、どういうことジョーロ。オッケー、なるほど、このジョーロでそこまで行けってことか。あー懐かしい、これこれ2でもやったね、こういうアクション。それをやるためにこのジョーロくれたって感じかな。あははは、いいねそういうの。8回I did it! やったぜ。いやー長かったね、7回ね。長いしね、難しかったわ、結構謎解きが。チェーンソーお前ありがとう、めちゃくちゃ面白かったぜ。いって、なんでクリアしてんのにダメージを食らうって。さあ、じゃあこれでまあ終わりかな。もう7階に来ることはあんまないかな。あとテレサとかか。テレサがいるとかだったら来るかもしれないけど。まあ、これで一応、宝石も全部集めたしね。クリアでしょう。おお、はい。はや。はは。はは。はや。うん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 。8階。おいえ。おいえ。はい、スタジオフロアってね。はい、ということで、じゃあ今回は7階のグリーンフロアクリアしました。いやー、なかなかね、植物ってのが面白くてね、でも結構難しかったです。はい、ということで、じゃあ次回は8階ですね、そちらもやっていきたいと思います。ということで、じゃあ今回はこれで終わりにしたいと思います。では皆さん、さよなら。